バルター・フレミング・シュラインの帽子をかぶった、フレミング・バルター・フレミングは、ドイツの細胞学者。ドイツのザクセンベルク生まれ。父親、カール・フリードリッヒ・フレミングは著名な精神科医。ロストック大学で医学を学び、従軍医として働いた後、プラハ大学に職を得る。1876年より、キール大学の解剖学教授。フリーメイソンのうち組織。 シュラインに所属していた。フレミングが描いた染色体の動きゼルサブシュタンズ、カーンウントゼルサイラン、1882細胞の固定法及び染色法の開発と改良に貢献。細胞核内にアニリンで強く染まる構造を生み出し、これをクロマチンと名付ける。さらに細胞分裂時には、クロマチンが糸状の構造体に変換すること、 さらにそれが重列することを発見。すなわち、現在の言葉に置き換えれば、染色体凝縮と姉妹染色分体分離の過程を初めて正確に記載したことになる。これらの結果は、1882年、細胞質、各、細胞分裂にまとめられ、その後の有意と分裂研究の基礎となる。有意と分裂も、彼の命名による。マイトシスとは、ギリシャ語で、 意図の意。ちなみに染色体という語は、1888年、バルディアーによって初めて用いられた。フレミングは、メンデルの業績を知らなかったと言われ、自らの観察と遺伝の関係について、明確に研究することはなかった。しかし、1900年、メンデルの法則が再発見されるに伴い、フレミングの観察の本質が再評価されることになった。ポーラッツ。 N. バルター・フレミングパイオニア・オブ・マイ・トーシス・リサーチナットレブ・モルセル・バイルに72から75プミド11413469フレミング W ゼルサブ・シュタンツカーン・ウント・ゼルサイランカイ・シー・ウォーゲルライプツヒジャーマニーありがとうございます